日本東京都北区、堀船堀船は東京都北区の町名。現行行政地名は、堀船1丁目から堀船指定名。住居表示志向地域。郵便番号は114-0004。東京都北区の南東部東端部、荒川区及び、足立区との草海に位置する。町域北東を隅田川を挟んで海岸に、足立区宮城と、相対し、南東を、 荒川区西尾南を上中里及び栄町、西を石地井川を挟んで応じ、北を同じく石地井川を挟んで都島と相対する。町域内を明治通りが北西から南東に通る。町域内には住宅地とともに中小の工場が多数立地している。かつてキリンビールの東京都内で唯一の生産拠点であった東京工場が所在していたが、 1998年8月に、取手工場と栃木工場に生産ラインを統合する形で創業を停止、閉鎖した。同工場は1957年、東洋防石用事工場の跡地に建設され、横浜工場と共に関東地方の製造拠点の一つであった。工場跡地は、その後、読売新聞、朝日新聞、 日刊スポーツなどの三者合同による新聞の印刷工場と日本製紙の新聞用紙保管倉庫が建設されている。1871年11月に、浦和県から東京府に編入された。1889年の町村制、施行時点においては、北豊島郡王子村大技、堀之内及び大技、船方といった。王子町は1932年に、 東京市へ編入され、大宿へ移行し、この時大技堀の内が、堀船一丁目、大技船方が、堀船二丁目となった。1947年に、滝野川区は、大宿と合併式宅が成立。その後1956年に、町名整理により、堀船一丁目、二丁目が再編され、堀船一丁目から四丁目となった。 1964年に住居表示が施行され、堀船一丁目から四丁目をそのまま継承し、改めて堀船一丁目から四丁目が成立し、現在に至っている。大技時代の堀の内と船方をより一文字ずつ取った名前である。町域内に設置された堀船小学校及び堀船中学校の故障は、町名の読みとは異なり、堀船と読む。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。長域南端を都電荒川線が通る。長域内に駅、停留場は設置されていないが、JR 東日本京浜東北線、東京メトロ南北線王子駅、東京都交通局。 都電荒川線王子駅前停留場及び梶原、停留場が利用できる。東京福祉大学王子キャンパス。ありがとうございます。